あの人の現在。小出圭介は現在激痩せ状態。2005年映画パッチギに出演し話題を集め、俳優としてのキャリアを着実に高めていた人気若手俳優の小出圭介さん。2017年6月に週刊誌に未成年との飲酒、不適切な関係を持ったことが報じられ、所属事務所から無期限活動休止が発表され、現在は謹慎中となっています。そんな小出さんですが、現在はどこで何をしているのでしょうか。激痩せしたとも噂されている小出さんの今に迫っていきたいと思います。今の写真。事件報道後、自宅マンションに引きこもっていたようである小出さんですが、辛労でかなり痩せ細ってしまったと噂されております。そんな小出さんの現在の姿がこちらです。確かに以前よりも少し痩せたような感じはありますが、激痩せというほどではない気がします。どちらかといえばやつれたという感じでしょうか。しかし登山帽をかぶりバットマンの T シャツを着ているこの姿は、芸能人オーラを感じることはありませんね。なんとなく表情も厳しい感じであり、以前のような爽やかイケメン俳優としての姿はこの写真からは見受けられず、やはり精神的にかなり追い詰められているのかもしれません。以前は女性ファンの多い俳優でしたが、現在の姿ではファンも離れていってしまうかもしれませんね。未成年との飲酒・飲行により無期限の謹慎となってしまった小出圭介さん。現在は小豆島で人目につかない生活をし、激痩せしたという噂が出ておりますが、写真を見る限り、やはり精神的にはかなり追い詰められ、極地にいるのかもしれません。芸能界では同じような不祥事を起こしながらも、見事復帰を果たした例もありますが、もともと誠実そうなイメージがあった分、すぐに復帰をすることはなかなか難しいのかもしれませんね。無事復帰を果たすことができるのか、はたまたこのまま引退となってしまうのか、小出さんの今後にはまだまだ注目が集まりそうです。